デシメートル4筐体のマルチセッションアイコンケム3筐体のマルチセッションアイコンマルチセッション GDK は2001年にコノミが発売したギターフリークスフィフスミックスダラマナヤホースミックスのセッションにキーボードマインやサードミックスが加入三機種をリンクさせて同時に5人までプレイできるようにしたゲームマルセスなどに略することもあるこれに対して GF と デシメートルだけのリンクプレイをセッションと呼ぶ。GF6& デシメートルフィーフスでも、キロメートルサードをリンクさせマルチセッションが可能で、その後、GF とデシメートルは持続的に出たが、ケムが開発中止になってしまい、現在は設置されている店さえ国少数になっている。また、当時ですら、GF、デシメートル、 ケムの3筐体を並べて配置している店舗があまり多くなかったため、マルチセッションが実際に行われている場面はそれほど多く見られなかった。3人のプレイヤーによるセッションプレートもなれば、それだけで周囲に見物人が現れるほどであった。マルチセッションは新しい筐体を作ったわけではなく、既存の GF デシメートルケムをリンクさせたもので GF デシメートル ケムの筐体をそのまま使っている。リンクの方法は、デシメートルにセッションボックスという負荷オプションをつけて、そこに GF とケムからのケーブルをつなぐ。このセッションボックス方式は g f 1 1デシメートル1 0スまで使用されたが、ケムの新作が出てこない関係でセッションだけに使われた。デシメートルにつけられているセッションボックスユニットまた、 ギターフリークス部及びダラミニア部で基盤変更が行われ、セッションプレイも乱接続に変更されたため、セッションボックスユニットも廃止された。マルチセッションは最初の1回だけだったことによって曲数が少ない。突起すべき曲は g f 5デシメートルフォース、ケムサードで初登場し、ビートマニア、ポップンミュージック、ダンスダンスレボリューションなど、 ほとんどのビーマニシリーズに移植されるほど人気を博したザリースト100セックと言える。特に GF ホースデシメートルサードでバッドメディシンの編曲で参入してきた佐々木博の作曲デビュー曲でもあり、この曲をきっかけに佐々木は絶対の人気を得ることとなった。ありがとうございます。